まあまあまあ冷えたらね、そう冷えたら寒い。でも腹巻きしてたらそれが一切近くならず、やっぱすごいんですよ、この辺あったの。それだけで解消されるんだ。全然全然、まあ、でも女性もね、うん、お腹冷やしたら言いますもん、言いますよね。でもなんか職場が、はい、なんか夏はめちゃめちゃ暑いし冬はめちゃめちゃ寒いしって、なんかすごい極端な職場なんですよ。で、そうなんですか。なんで、あのカラオケ店で働いてるんですけど、はいはいはい、なんか夏は、え、室内でしょ。室内です。なんか多分場所が悪いんでしょうね。だから空調も夏になったらなんか室外機の場所が悪いらしくて、はいはいはい、全然効かなくなる、そういうことなるんですね。だから冷房つけても暖房ずっと出てみたいな状態になっちゃって、別でその扇風機を各場所に置いて直浴びしながら働くみたいなことしてて、はいはい、あ、マジですか。冬もその自分でカーディガンとか着込んだりとか、店用のジャンパーを羽織ったりしないと、うん、どうも働いてられないぐらい、そもう寒いんですよ。私そのもうお客さんめっちゃ寒いんじゃないですか。寒い。なんかその冬はでもなんか客室はなんとかエアコン持ちこたえてるんですけど、従業員用のあの上に天井に貼り付いてる埋め込まれてるタイプのエアコンがもう、はいはいはい、うん、エアコン？エアコン？エアコンか。滑舌が。滑舌が。滑舌が。エアコンが。エアコンが。うん、なんかダメみたいで、もう一切効かないんですよ。まあ個室やったらその狭いからまだ、うん、まだまだ、まだ循環してるからまだいけるんですけど、そういうなんかフロアとか厨房の中とか広い場所になるともう全然効かなくなっちゃって。あ、そうなんですね。なんか私その本当に寒い時はお腹と背中にあの春回路バッと貼って過ごして。結構な寒いですよそれ。めちゃめちゃ寒いですね。マジで。そんなに。もうちょっと寒くて働いてられへんみたいな場所みんなで交代しながらこう。そういう。ちょっと誰かがそのなんかフロントの受付が入り口にめちゃめちゃ近いじゃないですか、カラオケ店って。入ってすぐ受付だから、はい、もう冷気だだ入りなんですよ。で夏も、もう暖気だだ入りで。自動ドアで外か外なんですか。あ、そうですそうです。エレベーターでチーンでこうじゃなくて。もう、まあ、そういう店舗もあるんですけど、うちはもうあのエスカレーター自動ドアバンって開いてもうそのまま直行なんで。それは寒いな。確かに空気の入れ替えに関してはいいものの、いい、気温に関してはもう最悪。確かにめちゃめちゃ最悪な環境、劣悪な。もうね、もうすごいな。なんか回路とかすごいな。だから回路もまあなんか外に出たりとかもするんで、うん、宣伝とかしたりとかあるんで、ああ、それなんかそのスタッフ用にその厚手のジャンパーとか回路とか手袋とか用意されてるんですけど、はいはいはい、あ、もう中の人間も使わないやってられるみたいな。よう来てますもんね、あのなんかスポーツスポーツみたいな、ここもなんか足首まであるみたいな、はいはいはい、内側めっちゃモコモコのやつ、はいはい、そんなんを中で着ない、着てないと、はい、やってられないみたいなぐらい。カラオケあれ大丈夫なんですか、最近のコロナ的な事情のあれもそれは。いや、めちゃめちゃ大変、うん、あれで何が一番大変かって、従業員が一番大変で、うん、もう毎日のようにその上の人からこういう対策しなさい、こういう対策しなさいっていうのが、はい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 、毎日のように来るんで、それに追われて、でも営業しながらそれをやってっていう、うん、同時進行でやってるんで、うん、なんやろ、その何があるんですか、もう入り口入ってすぐ、うん、もうなんか邪魔なぐらいの位置に、はい、あのアルコール、そうですね、あ、そうです分からなくなっちゃうなんかそのアルコール消毒のボトルを置いたりとか、はい、あとまあ最近カラオケも自動受付化、あ、ありますね。あれめっちゃいい。うん、だからあれをもう極力使ってもらったりとか。あれ画期的っすよね。あれはなんか最初ちょうど切り替わった時期にいたんですけど、はい、最初はめちゃめちゃ大変でしたね。まだその完成形じゃないというか、あ、そうなん、その試験導入でどんどん店舗に入れていってみたいな、最終的に全店舗やるっていう感じだったんで、なんか。その時は大変でしたね。その最初当初予約もそれでできたりとか、
予約、なんか予約してたお客さんも、うん、その受付機で、あのこっちのスタッフとかに、うん、予約してた誰々ですって言わなくてもそっちでできたりとかしてたんですけど、なんかその辺もなんかいろいろ不備が出てきちゃって改正されてみたいなのをどんどん、はい、繰り返して今やっと落ち着いて使ってるみたいな感じなんですけど、あれいいっすよね。そうなんですよ。だからそれを使ってもらったりとかして、なるべくその接触をしないようにしたりとか、そういうことしてますね。でもカラオケなんかほんまにあれですね、直で口につくじゃないですか、マイク。そうです、ね、消毒してるっていうのもあれなんかスプレーかなんかでしょ。うん、そうですね。ね、まあ僕は逆にそのコロナに関しては、うん、あのそんなになんやろ危機感を持ってないって言ったらおかしいですけどなんやろ甘く見てるって言ったらそうかもしれないですけど、うん、あのインフルエンザと同じだと思ってるんで。ああ、まあ確かに。そう、私もその感覚ではいます ね、 あんまりね、うん、そんな大騒ぎするからね、なんかちょっとそうみんなわーわーってなっちゃう。だってインフルエンザでも結構死んではるし、うん、逆にインフルエンザの予防接種を受けないでコロナを怖がってみて、もう意味が分からへんなと思ってて僕は確かに、どういう確かにいやもうインフルエンザも怖いよって、うん、今でこそね、なんかその治るようになってみたし、うん、だからそういう意味では薬がまだないからっていうので危険なあれかもしれないけど、ね、ワクチンがあるかないか。そう、僕も知り合い一人コロナになってて、あ、そうなんですか。なってて、まあでも話聞いてたら、うん、その吐き気とめまいと、うん、まあ、頭痛と、うん、まあ、高熱がすごいって、うん、インフルエンザやん、それ確かに、症状としては類似そう、いやでも腹も痛いね、いやそれインフルエンザやんって言うんですけど、うん、いやマジででもそうなんですよね、同じ感じやと思ってます。そうですよね、なんか人によるってなんか聞きますけどね、なんかそのコロナにかかられた方のなんかツイッターが回ってて、なんか正直インフルエンザの方がしんどいみたいなツイートを見て、あ、やっぱ人によりけりだなって思うし、やっぱりインフルエンザで亡くなられてる方と、なんかコロナで亡くなられてる方の条件って結構一緒じゃないですか。なんかご高齢やったりとか、もともと持病持たれてたりとか、やっぱり免疫に弱い方が亡くなられたりするから、なんかやっぱ普段元気な人というか免疫がある人はやっぱ治ってちゃんと元気に帰ってくるし、みたいな退院してる方がいるのも現実だから、ね、肺炎って言うけど肺炎って風邪っすよね、なんか風邪の一種です風邪の一種というか風邪症状の一種というか、そう思ったらその、まあ、この前その僕インフルエンザ去年の9月ぐらいかなかかったんですよ、生まれて初めて、でめっちゃしんどくて40度ぐらい熱上がっていきなり高っ、何もしなかったんですよ、でもずっとうなされてたんですけどで今年かな、うん、あの妻も初めて生まれて初めてインフルエンザかかったんですよ、僕は大丈夫だったんですけど逆にもらわなかったんですか、でもあなんかケローってしてて、病院もなんか自分でバス乗って行って帰り買い物して帰ってめちゃめちゃ元気、ほんまにほんまにでもまあ検査結果はね、なんか鼻突っ込んでされるじゃないですか、ではインフルエンザ陽性って出てるんでプラスなんじゃないみたいな、あ、まあまあそうなんでしょう、1週間まあ休まなあかんみたいな言ってましたけど、まあ結構元気でね、暇すぎたみたいで、まあ、なんかインフルエンザの人暇になりますよね、うん、めっちゃ暇すよ、お父さんもなんか一昨年ぐらいにインフルエンザやってて、うん、大丈夫、はいはい、って連絡したら、はい、暇すぎて会社行こうかなって思ってます帰ってきて、やめてやめてそれは振りまくのはやめてって言っていや治ってるからな、そうですよね、体は動くから、そうなの、あれがもうなんやろ、なんか汗中から今元気やのに何もできないっていうのはね、ウイルスっていう考えから、僕めちゃくちゃウイルスかかってる実は昔から、あのでもその2度目ないんですよ、ああ1回かかったらもう、うん、もうあの1回かかったらもう一元さんで終わりですよリピーターにならないです、最初で最後のだからアデノウイルスとかかかったことあります、何ですかそれは、アデノウイルス、ね、なんかこうイガイガのウイルスで喉とかが喉中に要は口内炎ができてるみたいな、え
もう水も飲めないんですよ。え、息はできるんですか、それ。もう喋ったら痛いんです。え、怖っ。もう喉、水飲んだら痛いけど、飲まないといけないし、食べないといけないじゃないですか。そうですよね。でそれでもう5キロ以上バーンって痩せて、飲めないし、やっぱ食べれないからっていうアデノウイルスとノロウイルスしてるでしょ。あ、私もやりました。あ、やりました。吐きました。吐け、あ、ちょっと、でもそんなに軽いノロウイルスでした、うん。あ、マジですか。そんなに下からも上からも。ああ、そうそう、あれ、そうやね。下からも上からも、下からも上からも大変、もう大変なことになる。ほんま大変。お風呂おった方がいいんちゃうかみたいな。め、吐くときすごいんですよ。あの、汚い話やけど、もう一気にブワーって出るから、自分の体の甘い状態で、ナイアガラ状態で。いや、マジであれはやばかったですね。アデノとノロは嫌っす。上から出るのしんどいですね。しんどい。私なんか、溶連菌にかかったことがあって。何すかそれ。溶連菌。溶連菌です。溶連菌。溶かすに、あの、連なるに菌で溶連菌なんですけど。へえ。なんか、でも溶連菌も人によって症状様々らしくて、うん、はいはいはい、私は頭痛が一番ひどくて、で吐き気もちょっとあったっていう感じだったんですけど、で、あの、点滴沙汰になりまして。そうなの。なんか、え、それ風菌じゃないの、ウイルスのらしいです。なんか普通一種の菌の感染症らしくて。なんかそんな、なんで陽明酒みたいな名前のなんでそ、なんかそのポピュラーな名前がついてないのすごい、全部漢字の全部漢字陽蓮菌なんですけど。陽蓮菌。陽蓮菌。へえ、それ初めて聞いた。検査するときも、うん、あの、もうちょっとインフルエンザよりも先端がすごい太い綿棒みたいなやつで、はいはい、喉の中を、喉の粘膜をガーッと取られるんですよ。うわ、嫌っす。もうそれが一番きつかったですそれが一番きつかった。闘病中よりもそれが一番きつかった。はい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 。でもなんかその上から出ちゃうから、その栄養取れないし、入れたらすぐ出ちゃうから、もう点滴で栄養取ってみたいな。ああ、そういうことか。点滴感じですね。それも2日間だけなんですけど、外出禁止になるんですよ。でそれがなった時期がちょうど誕生日の前日にかかって、2日間外出禁止なんで、誕生日も何もできず終わったっていう。最低や、うん、本当に溶連菌最低やな。溶連菌もう何してくれたんやすごいタイミングやな。そっか。昔からもう顔、体めちゃくちゃ壊しやすかったんですけど、うん、いや、壊しやすかったんじゃないな。なんかでも一時期めちゃくちゃ壊してて、なんか月1回ぐらい熱出るんですよ。めっちゃ出てるやばいでしょ。月1回月1回出てたんですよ。あの時やばかったんですよ。へー、なんか仕事が立て込んでたとかですね。仕事変わった時やったから。あー、なるほど。な、多分ストレスとかもあるのかな、あんなって。まあそうですね、一番それだと思います。で、もう毎月熱出るし、うん、これはいよいよやばいぞって言って、で、あの、とりあえず納豆食べたら治ったんですけど。あ、納豆様。納豆すごい。納豆様、あの方すごいですね。そう、納豆すごくて、納豆食べたらその風邪をひかんくなってきたと。へー。僕めっちゃ嫌いなんですよ、納豆。あ、嫌いなんですかめっちゃ嫌い。今までずっと食べてなかったんですけど、毎朝、はい、あの、とりあえず僕一人暮らししててお金もなかったんで、あ、納豆は、あの、安いのが3パック100円以内でね、売ってるから、ま、それだけ納豆のパック1パックだけを食べるんですよ。うん、朝食べてなかったんです、それ。あ、食べるようにしたら、まあ、逆にちゃんとそれだけの栄養をめっちゃ吸い取ってくれるのか知らないですけど、めっちゃ効いて。で、最近、あれ、喉も僕、口内炎がめっちゃできるようになってます、最近。で、今年入ってから口内炎一度も感知したことがなくて、どこかに必ずあるんですよ。治りかけてもどっかに出没するみたいな。今も喉の奥に一個だけあって、この前ここが治ったんですけど。この中で。あ、なんか、あ、でも痛いとこ。痛いんですよ。でもそれもなんか、腱も検査しまったんですよ。こんだけ治らんおかしい。3、4ヶ月になるから。あ、年末からやから。だから、血液検査しまったら、亜鉛が足りへんっていうことで、はあはあ、亜鉛じゃ何なの使うって、納豆やって言うんですよ。結局食べてる言うて。もう食べてる納豆言うて。
食べてるんですよ。だからどうしたらいいか分かんないですね。もうその手段を知った上で治らないってなったら、うん、でもなんかサプリとかもありますよね、亜鉛だけ入ってるやつとか。あ、ありますね。あれ効くのか知らないですけど。あ、でも逆にそっちの方がええんかな。逆になんかもうそれに特化したものだけあで食べてた方がいいのかもしれないです。あ、確かに確かに。一気に摂取するみたいな。え、そのなんか取りにくい体とか体質みたいなのあるんですか。どうなんでしょうね。合わないとかもあるんじゃないですか、うん、人間やし、やっぱ体質とかもあるから、うんうん、いやでもそうかもしれない。体に摂取、亜鉛を摂取しにくい体質なのかもしれないですよ。ああ、流れていっちゃうっていうか、あ、くっついていかない体に。それもあるかもしれないですよ。うん、そういうの大丈夫ですか。納豆大好きです私。なんかたまに、なんかあのおやつとかで食べたりします。なんかお腹すいたなとかってなった時に、あ、納豆あったなって冷蔵庫から出しまとるとかあって食べたりとか。信じられへん。マジっすか。今でも苦手なんですか。苦手です。似てるけども苦手です。でも苦手やのにあんな匂いのきついものを頑張って食べてますね。それはだって風邪ひくもん。そこだけ風邪ひくもん。メリットそこだけ。メリットそこだけ。納豆美味しい。役者とかしてるともう風邪ひかれへんじゃないですか。そうですね。だってあの舞台稽古、僕も役者2回くらいさせてもらいましたけど、うん、2、3ヶ月ぐらい舞台稽古あるでしょ。そうですね、多い時だと。で、風邪なんかひいたらもうその間抜けちゃうじゃないですか。確かに。うん、そうなんで大丈夫ですか。なっ、あ、1回だけあります。てか本番まで引きずっちゃったことがあって、ちょうど一昨年の12月に舞台立たせて、いや普通に多分風邪というか、あ、じゃあ普通に参加はできるの？はできます、してましたし、本番もそれで立ったんですけど、でもその時もあの私含め3人ぐらい、はい、あのもう同じ症状というか風邪ひいちゃっててなんか声っていうか喉がやられちゃってたんですよ、はいはいはい、で咳が止まらないし、はいはいはい、声も出ないしっていう感じになって、はいはいはい、うん、で冬だからもう乾燥するし、あと舞台でスモーク炊くじゃないですか、うん、あれを舞台上で吸った、うん、もう すごい思いには。確かにね、ゲネプロとかリハとかでゲホゲホみんな言ってて、なる。いやもう僕1回目がそれやったっすよね。思い知ったっすよ。なんかすごくはない、うん、あのもう2日目舞台が2日間やったかな、うん、で 6公演か4公演もあったんですけど、うん、でもう2日目の最後なんかもう声出なくて、あ、ガラガラで、そっからちょっとやっぱり音楽の方にもちょっと引きずっちゃったもんね。あ、もうこれ治るのにやっぱり1週間とかじゃ治らなくて感じするので、結構かかりますね、あれ。そうなんですよ、あれはもうほんまに安いね。大変でしたね。でも僕ライブハウスとかでそのスモークがつけたら、でもあれ短いか、時間量がそんな出さないじゃないか。あ、結構そのお芝居の舞台だと結構もう真っ白になるくらい、うん、なるっすね。たくし、奥見えないですよね。そうです、あの照明のなんていうんですか、光の筋が見えるぐらいにはたくんで、はい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 、結構舞台上の人間はだいぶ吸うんですけど、うん、はい、なんかその時もうその、うん、後半もう最後まで吐けない時があったんですよ。でしかもそのシーンでずっと、うん、あの寝てるお芝居だったんですけど、お芝居ずっと寝てるお芝居、ずっと後半その後半ずっと寝てるんです。そうです、寝てる時があって、はい、その間あの寝てるから、うん、あのちょっとでもゴホッとかやっちゃダメじゃないですか。でも一生ピンポイントでスモークを吸い続けてるんですよ。だからで口で吸っても鼻で吸っても入ってくるから、まあ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 、そうですね。もう拷問でしたね、あれ。こういう4回やったんですけど、4回とも拷問でしたね。マジっすか。うわー、それは我慢しすぎて涙出てくるしみたいな。クッてこうなってる状態で、寝てるのに泣いてるんだよね。うるうるしてるみたいな。起きたらなんかうるうるしてるみたいな。もう舞台はないですか。
今のところないですね。なんか年明けとかに探してたんですけど、うん、そのやっぱり年明けてすぐぐらいでしたよね、うん、多分コロナウイルスが流行り始め、2月初めぐらいかな、情報入ってきて、うん、でまあ日本にもだんだん感染拡大してきて、はいはい、まあ、自粛しなさいと、はい、政府からもいろいろあった時に、はい、そこでなんか、あ、多分そうそう関西でもその上映できるかどうかってとこになってきたから、うん、やっぱりそれできなくなって一番辛いのって、うん、やっぱりそれに関わってきた演者とかスタッフさんだと思うので、うん、なんかそれは味わいたくないなっていうのは、はいはい、あった、ありましたね。でもやばいんですよ、4月26日あるじゃないですか、僕のライブ、はいはいはい、なんか、まあ、初めはもう3月も終わりにはまあ収束するだろうとは思ってて、 で、ね、うん、で今まあ日本国内はまあそんなにないけど、うん、アメリカと中国騒ぎ出してるじゃないですか。そうですね。でそれに働いた日本って多分その同調するじゃないですか、うん、ってなったらまあどうなんかなって。そうですね、4月末ちょっと危ないんちゃうかみたいな。どんどんね、なんか、ね、まあ、そこまでいったらもう何もできへんけどね。そうですよね、もう経済ももう半端ないけどね、打撃がいやーすごいでしょうね。もうだってもう倒産しちゃってる会社とかもちょくちょく出てきちゃってるし、うちの周りでもめっちゃ多いですよ。だからまあこの時期、まあ、これをきっかけにやめようかみたいなことももちろんあるけど、ちょっとなんとか頑張って自転車操業やってたけど、うん、まあもうこれはこのきっかけにいよいよもうやめようって時もある、うん、けどまあその元気なところもちょっと衰退してますね。僕の妻のところもエンタメの扱う会社なんで、うん、あのいろんなあのやっぱり案件がキャンセルになってるんですよ。ああ、そう、キャンセルになったら収入ゼロじゃないですか。そうですね、そうキャンセル料取れるんかわかんないですけど、あ、まあもうそんな 100% じゃないから、そんなこんなだる会社だいぶやばいらしいです。結構しんどいですよね、今度人が生きていけるかどうか。いやそうっすよ、になってきますよね。いや本当にね、で娯楽大丈夫なんですよねいや相当なんかまだその、うん、で会社が抱えてるっていうか、そのまだ余裕を持っていた予算とかがあるんで、その今働けてる人の分はまだ大丈夫なんですけど、でも、まあ、やっぱりその、まあ、もう落ち着いているであろうという時期が過ぎてもやっぱりこうやってまだ騒ぎが続いてるわけなんで、やっぱりそこまではね、予測してなかったというか準備してなかったというかっていうのはあるんで、やっぱり一人一人の労働時間削ったりとか、その日に入れる人数を減したりとかってしないと、そろそろしんどいとは思いますね。そうですね。僕も見てて一番嫌なのがあれなんですよね、あの、まあ、ウイルス怖いのは、うん、僕はノートでしてます、アプリ、あの、いやブログみたいなのなんですけど、あ、はい、毎朝僕ずっと書いてて、ね、で、あのそこにも書いたんですけど、怖いのはウイルスじゃなくて風評の方なんですよ、絶対。そっちの方が絶対怖くて、もろライブハウスミュージシャンなんかも風評被害の的になってて、で、それとまあでもそれやからって言われても、それ以上にちょっと悲しいなと思うのは、あのみんな被害者じゃないですか、うん、ね、そのミュージシャンの前何やっていう、ライブハウス何やっていう人も被害者で、うん、ライブハウスももちろん被害者やし、うん、でなんかその安倍政権とかもやるけど、うん、安倍さんが入店なのにいつまでやってんだみたいな感じのも、うん、あ、まあ、安倍さんも被害者じゃないですか確かにその被害者が被害者を叩くってめちゃくちゃ悲しいなとか見てて、で逆に被害者から被害者を守るっていうのもちょっと変じゃないですか、うん、でもあのみんなその持っていきたいベクトルは一緒なんですよ、早く収束したい、早く普通の生活戻りたいから、そこを一つみんなで一点今あの何やスクラム組んで一体化なってやっていく
いいチャンスやなと逆に思うんですよ、それ今は。確かに、そうですね、うん、日本はね協力っていうので、みんなが思いやりを持って支え合っていけたら、うん、まあ、もうちょっとね温かい環境になるのになとは思いますね、うん。でもやっぱりでも今のその風評とかいろいろあって動き出してる人もおるじゃないですか、うん、でようやくニュースとかでもそんなんが取り上げられるようになってきて、援助とかそのいろんな誰かのためにこうやってるとか、なんかマスクを作った中学生みたいなの言ってたじゃないですか、とかあの私は花粉症ですバッチみたいなのあるじゃないですか、あんなやっぱり思いやりの部分がいろいろ取り出されてきてて、取り上げられてきてて、あの逆に良かったなと思います。あ、そういう意味では。普段そういうこういうことがない限り、うん、なかなかそこって取り上げられないし、うん、あのほんまにちょっとした思いやりなんですけど、そんなんて、うん。でも元がその元の事象がでかいからだけあって、そのちっちゃい思いやりがやっぱり際立って見えてきて、で、あ、普段からこういうことをあの思いやっててやってる人が多いなっていうので、うん、なんかそういうニュースが多くなってきたら、これはこれでまあまあ、あの今回そのコロナの件で得たものなんじゃないかなと思って、ええこと言うでしょ、ええこと言う素晴らしい、そう、いやでもこれマジで思ってますね。いやでも本当にそうですよね、うん、なんかそのお互いが誰かがその誰かの立場に立ってものを考えてこうしたら、その周りの目とかその人の気持ちっていうかが変わるんじゃないかっていうので、ああいうアイデアが生まれるっていうのはやっぱりそのまあ今だったらいろんな媒体でそういう情報を仕入れれるから、みんながそうやってそういうアイデアが生まれてるっていうものを見れるってことは、やっぱりやっぱそれがきっかけでみんながそうなっていったらいいなって。いいっすよね、うん、でもおっしゃる通り、まあそうやね、うん、まあこういう波が広がってたらいいっすね、うん、いい波がね、うん、うん、でもだからいいと思うんですよ、あの逆に結果論言うと、そうです、うん、結果論言うとまあなんか病気が流行ったと、うん、でそれでなんか悪いムードなんだけど、うん、でちょっとごめんなさい潰れるところも出てきちゃったけど、そこはまあ良くないとしてもね、うん、あのなんか最終的にこう気づく面が多かったっていうのは、うん、あの良かったかなとは思うんですけどね。やっぱりね、うん、一人一人が当事者にならないとわからないことがあるし、あ、はい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 、やっぱり経験しないとわからないことって、まあそれは普段から生きててもそうだから、やっぱり今それを日本っていうか世界全体が今それをにぶち当たっていろんなことを発展し続けているっていう感じやから、まあそれは落ち着くことが一番ですけど、ですけどね、ですけど、うん、確かに、まあ結果今の現状があるから、はい、新しく生まれたものがいっぱいあるっていうのは絶対今後無駄にはならないから、絶対ならないですよ、ね、うん、それはそれで良かったと思いますね、確かに、うん、その部分をね切り取ったら良かったな、うん、うん、やっぱりねメディアとかはちょっとマイナスな部分を取り上げがちじゃがちだと思うから、うん、確かにね、はいはい、なんかサンデージャポンで出れそうですね。コメンテーター。断密のザー狙って。狙ってこう。バンバンのコメント入れて。最後フリップ出される。